皆さん、こんにちは。今回は、絵を描くときの3ステップについて、自転車を描きながら解説していきたいと思います。自転車みたいな複雑なものって描くのが大変そうですよね。細かいパーツとかいっぱいあって、どう描き進めていいかわからない人も多いと思います。この動画を見ることで、一見複雑そうに見えるものを、どのように描き進めればいいか学ぶことができますので、ぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルでは、これからプロの絵描きを目指す人に向けて、有益な情報を発信していきますので、興味のある人はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは内容に入っていきたいと思います。自転車など、複雑なパーツで構成されているものを描くとき、気をつけなくてはいけないことがあります。特に、初心者の人に意識してもらいたいのですが、なんだかわかりますか？そうですね。最初から、細かいディティールに気を取られないということですね。特に、初心者の人は、機械パーツなどがあるモチーフを描くときに、隅から、順番にディティールを入れて描いていこうとする傾向が多いように感じます。これを言うと、いや、僕の知っているプロの誰々さんは、最初から細かいディティールを入れながら、隅から順番に描いているよ。そういう描き方でも、プロの上手い人はいっぱいいるよ。という反論が返ってくると思います。確かに、プロの人の中には、どこから描き始めてもうまく描けたり、細かいディティールから描き始めて全体を仕上げるタイプの人がいますね。僕の知っている中では、キム・ジョンギさんなどが、そういう描き方をされていたと思います。キム・ジョンギさんが、実際に隅から描き進めている動画が YouTube にありますので、興味のある方は、この動画の説明欄のリンクからご覧いただければと思います。キム・ジョンギさんに限らず、いきなりマジックでディティールを入れながら、一発で絵を仕上げていくタイプのプロはたくさんいますが、初心者にはかなり難しいと思います。なぜなら、彼らにはたくさんの経験と技術があり、白紙の状態の紙の上に、これから描こうとしているモチーフのイメージが、隅々の細かいディティールまで手に取るように見えていると言います。ですので、彼らは、そのイメージを、紙の上にただなぞるだけなのだそうです。もし、あなたが、描くもののイメージが、白紙の上にありありとイメージできるのだとしたら、隅から順番に描き進めても、何の問題もないでしょう。そういう人は、今すぐプロとして活躍できると思います。しかし、僕もそうですが、大半の人が、白紙に、いきなり細かいディティールのものを、一発書きで描くなんて難しいと思います。でも、心配しないでください。そんな描き方ができなくても、正しい描き方さえわかれば、自転車でも、複雑なメカでも、一通り描けるようになります。では、ここからが本題なのですが、正しい描き方とは、どのような描き方でしょうか？結論から言うと、順番を守って描くということです。その順番とは、次の3つです。1、全体のバランスを取る。2、単純な形で考える。3、ディティールを足していく。以上です。これって、前から、僕の動画を見ていただいている人はわかると思うんですけど、簡単クロッキーの手順と全く一緒です。つまり、どういうことかというと、どんなものでも、まずは、全体のバランスを把握して、単純な形に置き換え、最後にディティールを入れる。このステップが大事だというお話です。フランスの画家、セザンヌの残した言葉に、こんなものがあります。自然を、円筒形と球体と円錐体で捉えなさい。自然の存在感を描くには、表情によってではなく、形態をしっかり捉え、しっかりした構図で描かなければならない。
自然には、幾何学的な組み合わせがある。対象を幾何形態に分解し、自然を知能で見る。セザンヌは、自然の変化を描きたかったわけではなく、自然の中に造形を見つけ出そうとしました。自然の中にすでに存在している形態を見つけ出し単純化して構成していく。この自然を円筒形と球体と円錐体で捉えなさいという言葉は、ピカソやブラックなどのキュビズムを生むきっかけとなりました。いかがでしょうか？この単純化は、自然のみではなく、あらゆるものを描く場合にも、当てはまると思いませんか？つまり、どんな複雑なものを描く場合でも、対象の中にすでに存在している幾何形態を見つけ出し、単純化して構成していく。これが大事だということです。わかりにくいですよね。つまり、これが具体的にどういう作業かというと、本題の最初にお話しした3つのステップになります。1、全体のバランスを把握する。2、単純な形に置き換えて考える。3、ディティールを入れていく。これがあらゆるものを描く際の重要なステップとなります。このステップ、つまり描く順番を守るということが大切なのですが、初心者の人はどうしてもステップ3に引っ張られがちです。早く表面的なディティールを入れたくなる気持ちはよくわかります。キャラクターを描くときなんかは、目の造形や髪型を描くときが一番楽しいですし、そこに力を入れますよね。しかし、目や髪型や着ているコスチュームにいくらこだわったとしても、全体のバランスが崩れていたり、基本的なシェイプが描けていなかったら、良い絵にはならないと思いませんか？幼稚園児が描くお父さん、お母さんの似顔絵で、顔だけ大きくて、顔から手足が生えているような絵って見たことありませんか？これは極端な話ですが、自分の描きたいもののディティールにしか目がいかず、全体のバランスに意識がいかない人は、いくらディティールにこだわったとしても、言い方は悪いかもしれませんが、絵の上手い幼稚園児レベルにしかなれません。ですので、まずは先ほどお話しした3つのステップを体に覚え込ませることが大切です。僕も、今でも、ついついディティールから描いてしまうことがあります。若い頃の癖ってなかなか抜けないものです。でも、そうやってディティールから描いたものは、後々修正が必要になったりして、結果的に遠回りになることが多いんです。ですので、皆さんは、今のうちに、しっかり正しい描き方を習得してほしいと思います。画面の方では、二人目を描き始めましたね。僕が、どのように全体を捉え、単純化しているか、一緒に観察してみましょう。今回は、ステップ3の、ディティールを足すは省いています。まずは、自転車に乗る人の全体のバランスを取るためのラインを描き、人物のバランスを確認しながら、自転車も同じように、バランスを見るためのラインを探り入れていきます。手足が接しているペダルやハンドルから描くと、描きやすいかもしれません。ここでは人物から描いていますが、自転車から描くのもありです。やりやすい方からやってみてください。自転車のカゴなどは、ディティールを気にせずざっくり描きます。前輪の大きさのあたりを取ります。タイヤを描く際は、前輪と後輪の大きさが変わらないよう、このように、パース線を補助線として入れておくと描きやすいです。タイヤのスペースは、一旦四角で描いておきます。これで全体のバランスが描けました。見直しておかしい箇所があれば修正していきます。
ここではタイヤの大きさと前かごの大きさが気になったので直しています。このように薄く描いたバランスラインの段階で見直すことで修正するのが容易になります。ディティールを入れてからの修正はサンクコストバイアスがかかりとても面倒です。修正ができました。タイヤの中心となるラインを入れたら、先ほど描いた四角に沿って前輪を描いていきます。楕円はあらゆるところで使う基本の幾何形態です。綺麗に描けるよう何度も練習してください。同じように後輪も描いていきます。次にシートチューブを描きます。フロントフォークを描きます。泥除けを描きます。上に重なるものを描いてからタイヤの厚みを描きます。同様に内側の厚みも描いていきます。ダウンチューブを描き入れていきますが、この時点でこの絵には致命的な大きな間違いがあります。皆さんなんだかわかりますか？そうです。本来なら前輪、後輪のハブをつなぐ直線上にギアクランクの中心のボトムブラケットが来なければならないのですが、前輪のハブの位置が明らかにおかしいです。タイヤの中心にありませんね。左の自転車の絵のように、本来ならボトムブラケットと前輪と後輪のハブは地面と水平の直線上に並ばなければなりませんね。知識が不足した状態で描くと、このようなあからさまにおかしいことでも、気づかずに描き進めてしまいます。これが、なんとなくうまく見えない正体です。そして、このようなボンミスは、あらゆるものに対して起こります。描く対象の知識が不足していると、間違っていることに気づきにくいのです。逆に言うと、前回お話ししたフォーカス練習法を使って、しっかりと描くものの知識をつけておけば、このような違和感にすぐに気がつけるようになるのです。荷台の部分を描き入れていきます。荷台を支えるフレームは、リアハブで固定されます。泥除けをつけます。泥除けを固定するワイヤーもリアハブにつきます。フロントハブとリアハブが地面に対し同じ高さになっているか確認していますが、ボトムブラケットとの位置関係が完全に抜け落ちています。この状態では絵が完成しても決していいものにはなりませんね。これが先ほどお話しした絵の上手い幼稚園児レベルというやつです。本人は頑張ってうまく描いたつもりですが、知識のある大人から見たらあからさまに間違っている状態です。このような失敗をしないために、全体のバランスを見る段階でしっかり確認することが必要となります。さて、ここまででまた間違いがありましたね。
なんだかわかりましたか？そうです。ボトムブラケットは、ママチャリの場合、ハブより位置が少し下になります。ですので、この絵は幼稚園レベルではなく、正しく描けていることになります。いかがでしたか？この間違いを指摘できた人は少ないのではないでしょうか？何が言いたいかというと、正しい知識を身につけていないと、誤った情報に振り回されることがあるということです。なので、皆さん何かを描く際には、正しい知識を身につけるようにしてください。そうしないと今のように、あからさまな間違いに気づかなかったり、誤った指摘に振り回されたりします。なので繰り返しになりますが、描けないものはフォーカス練習法で練習して、今回お話しした3つのステップで描き進めるようにしてください。今回のお話をまとめると、どんなものでも順番を守って練習すれば描けるようになる。その順番は次の通り。1、全体のバランスを見る。2、単純化して考える。3、ディティールを足す。知識がないと間違いに気づかなかったり、間違った意見に翻弄されてしまう。なので、描けないものを練習するときは、フォーカス練習法がいい。以上となります。いかがだったでしょうか？ご意見ご感想、質問などありましたら、コメント欄にいただけると嬉しいです。次回は、フォーカス練習法の具体的なやり方をお話ししたいと思いますので、チャンネル登録がまだの人はよろしくお願いします。この動画があなたの画力向上のお役に立てれば幸いです。それではまた。